はい、じゃあこれからカツの方をこのむずくして終わりですね。下準備がこれで全部終わるから、あとは調理入りますからね。よくね、とんかつはこうやって作るんだっていうレシピとかサイトってあるけどさ、結局とんかつ1個作って終わりなんお前っていう、そういう他のもの何っていうね、それじゃあ一緒にどうすんのっていうさ、そういうことだよね、実際の料理の場所ってのはね。七五三にごちそう作るつもりならそれでいいけどさ、毎日続けんといかんでな。はい、はい、じゃあこれ2つ OK ですね。じゃあ続いて衣をまずはくるんでいくか。衣をくるんでいきましょうか。衣をくるんで、パン粉結構余るね、多かったな。色付けする？いやいいよ、別にしなくて色付けなくてもいいようまそうなカツができてきたね。よいしょ。ちょっと薄めだね今日は、と衣の付き方がね、ちょっと失敗ですね。これ衣は捨てちゃうことになってるんでね、昔はね捨てなかったんだけどね、やっぱり避難が集中しまして、捨てようよって言って、じゃあ捨てましょう炭水化物だしな。あ、パン粉固めてパンになるかな、なんねえよ。はい、ちょっとバッテリー切れちゃいました。なんか内部温度高温のためって怒られちゃいました。はい、今ねこうやって片付けていきましょう。どん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 、うまそうじゃろ、なかなかうまそうじゃろ。でこれが魚の第一波でしょ。もう残りの魚も大体 OK ですね。これね、いいね。はい、あげます。そしたら魚、鳥ですね。これ鳥が来ました。鳥をいきますか。このぐらいでいいかな。はい、じゃあ残りは後で次にあげましょうね。一丁上がりで、よし、まあ大体このぐらいやるとちょうど1時間だよね。ここら辺をちょっと形してやって、美味しそうだねかぼちゃね。椎茸に茄子なんか入っても美味しいよね。魚をね、なんかこうやって揚がったやつを並べていくの大好き楽しいよね、なんか俺やったぜみたいな、俺やったぜ感が嬉しいよね。まあ買えばね、そんな高くねえよって思うかもしんないけど、多分こっちの方が楽しいよ。料理は楽しいよ。なんか言っても料理は楽しい。みんなに文句言われたり下手だけどなと自分で思ったりするけどさ、楽しいよ。きっとあと10年経ってもこうやってられるといいね。70ぐらいになるとさ、もう社会の中で何やっても楽しくないよ。だって自分がどんどん年取ってるの分かっていくからさ、料理は楽しいよ。
70、80になっても楽しいよ絶対。だんだん作れなくなるけどね。80ぐらいになるとうちのおふくろはもう鍋とかいっぱい焦がしたし、ほら舞ちゃんかわいいの。80ぐらいになったらね、本当にもう鍋とか焦がして、でも80近くになるまでそういう天ぷら作ってたね。おふくろの、親戚が一人で生きてたんだけど、その人によく天ぷら作ってはね、俺が持ってったもんだよね。その頃俺は天ぷら作るなんて自分で考えてもいなかったから、不思議だった。はい、じゃあちょっと一生懸命ここを掃除しましょうか。この、さっき言ったみたいにこのボールは最後にですね、今度は本格的にちょっと洗った方がいいかもね。洗う順番は置く場所があるものからだよね。ボールなんかこうやって上にやっておけるでしょ。お、上がってきてるね。いい音がするでこうなってます。で、まな板をして、こいつらが終わっていくと、次は流しのいろんなものをね、溶かしていくといいですよね。生ゴミはね、すぐに処理すると汚くないから、なんかわかんないけど、生ゴミって汚いなって思うけどね。それは処理しないからですよね。のクマの肉がこれですよね。オイルパンはね、油が残るから時間かかりますけどね。これ何回か洗っては、お、もういい音だね。だいたい揚げ物ってのはね、音でわかるから。まずは一番外側のべっとりした油を取ったら、その後はもうちょいですね。もうちょいつけとかないとですね。いい音してますね。うん、もうちょい色が上がればいいね。今水が外に出てきてますね、中の水がね。中の水が出て、来る音だから、この音が消えると、出来上がりですね。出来上がり、そしたらもうワンセット入りますか。ね、これは、いや、これは自作ですよ。自作。自作のこそ食べ。ちょっと待ってますか。自作の包丁立て、でこれも包丁立てにしましょう。こっちですね、こっち、ここに包丁かけるんですね。分型はまだ大丈夫かな。まだ大丈夫。すぐに洗っていくのがいいね。これはあの、本当に朝一番に洗えばいいなんて思わない方がいいですね。絶対こっちの方が効率いいから。他のことやってる間にやればいいんですね。
にだけなんですね。あれね、やればすごい効率が良いですよね。はい、厚みが水がなくなって内部の水がね、なくなってきたもんだよね。水蒸気がポワポワって出たりするし、この頃からこの衣に色合いがつきますから、ここら辺がね、どこでやめるかによってジューシーさは全然変わるよ。もうちょい行くか。よく揚げてあげよう。いいね、これね。これ終わったらあとワンセット、5分か10分ね。いいかな。まあそうじゃの。鶏のね、揚げたやつのジューシーなところが一番好きね、僕は。もういいことにしよう。ダメだったら勘弁。はい、じゃあラストね。じゃあもう私が入って、これね、もったいないけど捨てちゃいます。はい、そういうことね。なんか使うかな、自分で使うかもしれない。ちょっとだけ取っておくことにしましょう。生肉とかは入らないからね。乾燥するから多分問題はなさげだよね。はい、じゃあここに入れときますか。よいしょ。はい、はい、じゃあちょっと、はい、じゃあちょっとここをね、片付けてまいりましょう。やっぱ、よいしょ。もうちょいね、あれもあるしかね。ちょっと粉こぼしちゃう。OK。まあね、やっぱり自炊っていうか自分で料理作ると全部こう温かさが必ずセットになるからね。そう考えるとどういうふうにいかに上手にやるかっていうところが問題だよね。あ、ちょっとそば食いたいね。はい、じゃあここまでできたら、これはちょうど片付けておいて、こうやって、ね、置いていけばいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあこれは冷凍庫に入れちゃいましょうかね。あ、ジャイアントコーンがある。うどんがあるな。うどん食うかな。うどん食おう。チーベタッと。うどんです。
突然死ぬんだろ。あれそれサドンです。面白くね。よいしょ。うどんね、この天ぷらにうどんだよ。今日の正解が見えましたね。今日の正解は天ぷらに、あ、これで焼けてくの確認しなかったね。ちょっとたまにパン粉捨てた後でやっぱダメだよねみたいなんでね。あ、大丈夫だね、ほら大丈夫。うん、うまい。塩味が効きすぎてる。うまいの。このサーモンもね結構うまいですね。こっち側にはこの雪入れが使えますからね。雪入れがね、これ便利よね。こんなスペシャル？冷たいうどんがいいかな。カルドの食感やっぱりね、ここにね、東丸のうどんがありますから、これを食べましょう。よいしょ。ネギはいらないことにしろ。めんどくさい。この揚げたてでしょ。かぼちゃ揚げたてでしょ。しいたけ揚げたてでしょ。よし、これで丸亀製麺に勝ったな。いや、あんまり特定の会社名を出すのは良くないですよ、松谷さん。ほら、もうまそうだ。よし、聞いてみよう。いや、まずね、これで上がったかな。いいじゃろうね。なんかまるで絵に描いたようだね、今日は。このね、揚げたてっていうところが最高に美味しい。これはもう
か丸亀くんとこかぐらいだよね。味も揚げたてないよね。まあはい、ということで皆さんのおいしいおじゅうばんというか晩ごはんというか昼ごはんというか、まあようわからんもん食べて元気に過ごそうじゃございませんか。じゃあね、バイバイ。